アグモン、無事か？みんなも、ほら！なんか変な感覚だな。立ってるのか座ってるのかわかんねえ。気を抜くなよ、ミノル。こんな場所では、どこに敵が潜んでいるかわからん。そうよ、注意して、サキ。急にその辺から敵が出てきてもおかしくないわ。怖いこと言わないでよ。ここどこ？主は？ボルトバータモンは？あ、見て、あそこで戦ってるの。ボルトバータモンと、あれは主。裏切り者は我に手が届くと思うたか。なかなか強い。さすがはこの世界の主。ウヌに安寧を授けよう。我が糧となれ。いいでしょう。私を取り込めるものなら取り込んでごらんなさい。あいつ、自分から主に食われに行った。我取り戻したり、巫女の力、豊富の知識、すべてが我が体内にあり。なんか、主がケーキになってる。ボルトバウタモンごと、ミユキの力を取り戻したのかもしれない。じゃああいつは今、世界の扉を開く力を手に入れたってことか。まずいわ、みんな。今すぐに主を倒さなきゃ。うん、ボルトバウタモンとの戦いで主が消耗しているうちに主を止めよう。二つの世界を救うんだ。我は世界の断り。行こう。絶対に勝つんだ。お
アロデレモン、覚悟はいいか。残さず勝てとなれ。私がやろう。初めてボルト・バウタモンを見た瞬間と同じ感覚だ。うん、私たちも感じる。まるで主の内側から邪悪な心が膨れ上がってくるような。まさかボルト・バウタモンが内側から主を乗っ取り返そうとしてるのか。
ついに手に入れた。ああ、よかった。巫女を取り込んでいたおかげで、内側から主の意識に直接接触し、肉体を奪い返すことができたのですから。なんでそこまで危ないことすんの？下手したら、あんた食われて終わりだったじゃない。決まっているでしょう。復讐ですよ。それってカイト君があなたの中に残していった気持ち？そうでもあり違うとも言えます。私の中には二つの復讐心がある。カイトの世界に対する復讐心、そして私の主に対する復讐心ですよ。ボルト・バウタモン、いや、ピエモンが主を憎んでたってことか。主の言いなりになって全てをお膳立てした。そうすれば世界が救われると、そう騙されていた。しかし主は我々のことなど使い捨ての手駒としか思っていなかった。いや、手駒だとすら思っていなかった。神の慈愛などそこにはなかった。主は世界の神ではない。強大な憎悪と、それを原動力としてひたすらうごめく大いなる力の塊。理想も思想も何にもない、ただの生命維持のからくり。この世界の住人はそんなものを崇めていたなんて、なんて滑稽。何それ、どういうこと、生命維持って？よた話が過ぎましたかね。まあいいではありませんか。もう主はいない。私の中で怨念を渦巻かせているだけ、それだけの存在となり果てたのですから。そうそう、私の中といえば、今私は生贄になった者たちを主ごと私の中に取り込んでいるんですよ。多くの生贄となった者たちの意識も渦巻いています。何千何万、もちろんあなたたちの仲間も。そんな、カイト君、ミュウちゃん、寮に修二さんも、主の中に、今はお前の中にいるってのかよ。ええ、くだらない、そしておぞましい思考が永遠にぐるぐる回っています。助けて、生きたい、苦しい。自分のことばかり、とても浅ましくくすぶり続ける。今に世界ごとイクマンの意識も消し去ってあげましょう。世界ごと消し去るだって、どうするつもりだ。巫女の力を使ってこうするんですよ。敵が作り出したものと同じ、二つの世界をつなぐ扉だ。じゃあ、あれが俺たちの世界につながってる。おやおや、帰りたければ扉を通って帰ってもいいんですよ。どこにいようと
もうじきこの世界とあなたたち人間の世界は消えるのですから。そんなこと絶対にさせない。なぜです？それがカイトの願いだというのに。自分たちの欲望のため他者を平気で踏みにじる世界、他人の犠牲の上で成り立っている事実から目を背ける世界、妹が犠牲になり続ける世界、彼はそんなもの壊してしまいたかったのです。違う。カイトの怒りは私の中で生きています。全てを破壊し尽くしましょう。それが私のうちに渦巻くカイトの意志。違う。カイトはもうそんなこと望んでいなかった。そうだよ。そもそもカイトは最初から誰かを傷つけたくて傷つけてたんじゃないし、本当は優しいし仲間思いだし、曲がったことなんか大嫌いなんだから。あいつはミウのために復讐しなきゃってそう思い込んでたから破壊を望んだだけだ。だから俺たちの言葉を聞いて自分の間違いに気づいてくれたんだよ。ええ、勘違いや暴走もあったけど、カイト君はただただミウちゃんを守りたかっただけ。守れなかった後悔から逃れるために復讐に走ってしまっただけなのよ。ミウのいない世界を壊してしまいたい。それは確かにカイトの心の一部だったのかもしれない。でもそれでも僕たちは信じてる。カイトのその怒りはもう消えたんだって。カイトは自分の間違いを理解して前に進もうとしてたんだって。カイトとの絆が切れた時点でお前の中の怒りはもうカイトのものじゃない。お前はカイトの後悔を自分の都合のいいように利用しているだけだ。興味深い話ですが意味はありませんよ。もう話はおしまいです。私の意思を否定するのであれば、あなたたちの意思を突き通そうとするならば、あなたたちの存在をかけて私を止めてごらんなさい。少し遊んで差し上げましょう。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。バロドゥルモン、覚悟はいいか。Woo-hoo!
んだね。これで道を切り開く。まさしく神の一手です。着火してましょう。私がやろう。整えるのだ。行くぞ。まさしく神の一手です。最善手。ですか。ではそろそろ幕引きとしましょう。なんだ、ボルトバウタモンのやつ、大場所でも隠してたのか。まずい、みんな避けて。避ける場所などあるものですか。
それが世界を壊す者の力です。さあ全員まとめて決死闘武がいい。何が起きたの？歌が聞こえる。あなたたち、なぜこんな力がどこに？中で暴れるな。早く力となれ。ねえタクマ、これってもしかして体の中から誰かがボルトバウタマンを抑えてくれてる？カイト君、ミユちゃん、リョウニ、シュウジさん、教授、ミユキ。やめろ。タクマ、今だ、やっちまおうぜ。行こう。すべてを終わらせるんだ。ありえない。私が負ける。嘘だ。現実を見やがれ。今のボロボロになったお前自身をな。僕たちの勝ちだ。これで全て元通りになるのか。タクマ、急ごう。え、急ぐって何？すっとぼけてんの。扉が開いている今のうちなら元の世界に帰れるじゃない。扉が閉じちゃったら本当に元の世界に戻れなくなっちゃうかもしれないよ。あ、そうか。それなら急がないと。ちょっと待って、二人とも。扉をよく見てみて。
くなっていくわ。ええ、それだけじゃない。扉が固定化されていってる。固定化って何？しっかりしたっていうか、ちょっとやそっとじゃ閉まらなそうっていうか、うまく説明できないけど、2つの世界がつながりっぱなしになりそうに、そう、くっついて融合しちゃいそうに見えるのよ。融合？ああ、俺もフローラモンと同じように感じる。あの扉はもう一時的なものではない。これってやべえんじゃねえのか？なあおい、どうなってるんだよ。このまま扉が開いたままなら、この世界と僕たちの世界がつながる。つながって？そんでどうなるんだ？世界の行き来が自由になる。誰でもどちらの世界にも行けてしまう。うん、多分そうだ。だから僕たちの世界にアグモンたちのような獣神が現れるようになるってわけ？滑稽な。お前まだ生きてやがったのか。ここに来る途中、あなたたちも見たでしょう、壁画の数々を。元は一つだった二つの世界を表す図。古の時代に分かたれた二つの世界。そしてこちらの世界は、いわば人間が捨てた本能の世界。本能の世界？どういうことだ？捨てられた世界、滅びゆく世界、片側だけ人知れず死んでいく世界。そんなものは許さない。扉は開いた。復讐は、怒りは、私だけの感情ではない。多くの同胞が世界を壊す。せいぜい絶望にあがきなさい。ボルト・バウタモン、今の話本当だったらどうしよう。ボルト・バウタモンの同胞が来るってさ。きっと恨みを持った獣神が僕たちの世界にやってくるって話だ。そんなのやばいじゃん。ねえ、どうにかならないの？くそ、結局ボルト・バウタモンのやり逃げかよ。私たち一体どうすれば？なあ、どうなるんだよ俺たちの世界は。この世界は。なあダークマン。僕だってわからないよ。でも普通に考えれば、これからきっと両方の世界が大混乱になるんじゃないかな。私たちだってラブラモンたちと出会った時驚いたもの。敵対してくる獣であふれたら世界はパニックに。ううん、パニックなんてものじゃ済まないわ。下手をしたら世界は全然別の姿に変わってしまうかも。でもそんなのどうしたらいいの？みんながみんな獣神たちとすぐに打ち解けられるわけじゃ。待って、葵さん。何？僕たちはもうアグモンたちを怖がったりしないよね。それは一緒に過ごしているうちにアグモンたちがどんな存在か知ることができたからで、怖がるべき相手とそうじゃない相手を理解することができるようになったからだ。
それってつまり…みんな、帰ろう。僕たちの世界に。はあ？どういうことだよ。何かいい方法思いついたな。うん。だって僕たちはよく知っているじゃないか。こっちの世界のことを、アグモンたちのことを。これから混乱する世界を救えるのはアグモンたちを知ってる僕たちしかいない。僕たちがアグモンたちについて元の世界の人たちに教えていくんだ。そんなことが私たちにできるのかしら。もちろん僕たちだけじゃ難しい。でも仲間がいるんだ。アグモン、みんな力を貸してくれる？え、僕たち？うん、一緒に来て手伝ってほしい。僕たちのパートナーとしてさ。それって僕たちも一緒にタクマたちの世界へ行くってこと？そうだよ。みんなの存在がきっと鍵になる。こっちの世界から来る生き物は怖い敵ばかりじゃないってことを教えてほしい。これは責任重大だな。でもこんな状況じゃ他の選択肢なんてないんじゃない？葵のみんなのために私たちが力になれるのなら。そっか、一緒にいられるんだ。これからもタクマの力になれるんだ。僕、タクマと一緒に行くよ。どこまでだってずっと一緒だ。ありがとう、アグモン。みんなも僕たちの絆で解決しよう。世界に起きる混乱を。こうなりゃ最後までとことん付き合うぜ。俺たちなら何だってできる。うまくいくかはわからないけど、やってみる価値はあるってわけね。ええ、やりましょう。私たちみんなの力で。僕たちが元の世界に帰った後、世界は大きく変化した。予想通り、僕たちの世界へアグモンたちのような獣神が現れたんだ。人類が彼らについて学ぶ時間もないまま、世界はたくさんの獣神であふれ、多くの国々で大混乱が巻き起こり、世界は彼らによって大きく様変わりしてしまった。そんな中、僕とアグモンのような魂を共有した運命のパートナーとなる獣神と出会う子供が現れ始めた。ただ、全ての人がパートナーに出会えるわけではない。パートナーを持たない人の方がずっと多くて、結果としてパートナーを持った人とそうでない人、両者の間には大きな心の隔たりが生まれてしまった。獣神の強い力は人々に恐れられた。その恐怖はパートナーを持つ人にも向けられたんだ。やがてパートナーを持つ人は多くの偏見やデマ、誤解や差別にさらされることになって、世界の混乱と断絶は広がっていく一方だった。きっとこの世界はこれからもっと混迷を深めていくだろう。その中で僕たちは
本当にこの子危なくないの？ええ、もちろんよ。獣神もその子はあなたのパートナーなの。あなたが優しい心で接すればあなたや周囲の人に危害を加えるようなことはしないわ。でもみんながモンスターは危険だって。そんなモンスターに好かれる私は悪い子だってみんな言うんだもん。大丈夫、悪い子なんてことないわ。パートナーはあなたの心を映す鏡なの。あなたがきちんと自分と向き合えばこの子も正しく力を使えるわ。自分と向き合う？ええ、自分の本当にやりたいこととちゃんと向き合うの。一人じゃできないかもしれないけど、あなたにはパートナーがいるでしょ。だから大丈夫。自分とパートナーを信じて心を一つにするのよね。うん、やってみる。お疲れ様、葵さん。相変わらずだね。たくまくん、それ褒めてる？うん、一応。大したことはしてないわ。それに大切なのはこれからでしょ。そうだね。この子がどうなるか僕たちは見守らなきゃいけない。最近多くないか？こう連発されると体が持たないっていうか。ミノルくん、そういうこと言わないの。その子は今までずっと不安だったはずよ。助けられるのは私たちしかいないんだから。葵さん、ミノルも分かってるからお説教はその辺でね、ミノル。そうそう、冗談だって。休日返上で俺はバリバリ働きます。うわぁ、嘘っぽい。もう、ミノルくんったら。まあいいけど。じゃあお迎えよろしくね。偏見を持つ人たちから危害を加えられる前に。ああ、あ、お前も一緒に行こうぜ、タクマ。そうだね、僕も少し外の空気を吸いたいし。もう夕飯までには帰ってきてよね。信じてね、あなたは選ばれた子供なんだから。選ばれた子供か。
悪魔、早く迎えに行こうぜ。あ、うん、ごめん、すぐ行くよ。